はい、豆腐好きな俺の、豆動画。今回はこちらです。なんと、超激レア、ありが豆腐というのが、ずーっとね、ここに暮らして、足立区に暮らして、ずーっと気になってたんです。プー、プーっていう、変な笛のような音色が、ここ3年住んできて、ようやく謎が解けました。で、しかも決まって、月曜日の、だいたい5時ぐらいですね。夕方5時に、なるんですよ、外で。何が鳴ってんだろうなってずっと思ってて。で、今日ちょうど、食べ物をちょっといろいろスーパーに買いに行く途中に、それが、いたんですよ。で、いわゆる自転車が前にあって、後ろになんか、いろいろ乗せたりする場所があって、そこの中に商品が入ってて、で、すいませんって言ってね、ずっと気になってたんですよって言って、で、その方が、女性のね、まあ、俺よりは多分、ちょっと年上の32、3歳かな？うん。な方だったんですけど、まあ、こちら、ありが豆腐。アコのありが豆腐。これ、ありが豆腐でググってくださいって、言われたんですよ。笑っちゃうくらい美味しい、アコちゃんのありが豆腐。これがですね、多分、アコちゃんなんだろうね。この可愛い方。可愛い方が、に話したんですけど、おすすめなんですかって言ったら、あ、私が手作りの、このありが豆腐っていうやつが一番おすすめですって言われて、で、その女の子も可愛かったんで、あ、マジでみたいな感じ。で、値段いくらですかって、380円だったんです。うん。まあ、俺豆腐好きだから、まあでも、女の子可愛いし、いっか、みたいな感じで、買いました。はい。いただきます。お？まあ、皆さんもありがとうでググってください。皆さんありがとうふでググってくださいよ。それでは、いただきまーす。ちょっと柔らかい、大豆だ。これ大豆だ。これ大豆ですね。間違いない。これ大豆だ。うん。あ、美味しい。まあ、非常に濃厚です。うん。で、豆腐で濃厚って言うと、大体俺が思い浮かぶのが、男豆腐ってやつ。まあ、スーパーとかでも結構人気があって売られてるんですけど。男豆腐だったっけな？あれと、あれよかは、間違いなく濃厚ですね。そもそも色からして、若干この、まあ、茶色って言いますか、この、ね、若干これ色がついてる。だからこれ大豆ですよ、これ。これ大豆 100% だろ、これ。絶対。で、この女の子のこの可愛さね。この可愛さよ。ちょっとググってみましょう。ありが豆腐。ググりました。あ、んで、
どこで作ってるんですかって聞いたんですよ。工場で作ってるらしいんだよね。で、多分毎週、月曜あたりになると、まあ、自転車でね、引きながら、まあ、歩いてきて、で、プープーっていう、まあ、だってさ、俺田舎に住んでたけどさ、こんな豆腐屋なんてなかったもんね。マジで。うん。あ、うまい。うん。とてつまい。濃厚。いや、さすが高いだけあるな、これな。俺でも実際380円の、豆腐って、やっぱ、俺が、いつも行ってるスーパーの豆腐が33円なんですよ。1丁33円なんですよ。だからそれに比べると、多分、33円だから、まあ、多分20倍ぐらい高いね。うん。ちょっと醤油を。うん。でも、男豆腐よかは、間違いない。濃厚ですね。ありがとう。あ、Facebook やってるみたいですね。豆腐屋アコっていう。ああ、Facebook やってるわ。この人。うん。他にもなんかいっぱい売ってたんで。うん。すごい可愛かったですよ。萌え声でしたね。萌え声でした。萌え声。懐かしのラッパーを吹きながら下町のお年寄りと心を通わせるお豆腐屋さん。俺田舎に住んでたけどこんなのなかったぜ、豆腐屋なんて。当たり前だけど。ああ、すごい。グランプリ受賞したんだって。豆腐屋アコのリアカー引き売りありがとう。だそうです。まあ、とりあえず俺 YouTuber なんで、うん。これはちょっと宣伝ね。うん。でもしかしたら、ね。けど、もしかしたらじゃなくて、知らないってこと、絶対。結局これあれでしょ。田舎ま、どこをずっと歩いてるのかわかんないけど、多分、まあ、毎日多分別な場所なのかな。うん。通り道はね。多分ね。だから今日は足立区で、次がどっかでとか、そんな感じなのかな。だけど毎週同じ時間に来るってことは、
まあ、ルートが決まってるんですよね。これあれだな。全然知らなかった。ずーっと謎で思ってたんですよ。あ、男前豆腐。この有名な男前豆腐っていう豆腐があるんですけど、この男前豆腐はですね、俺もすげえ大好きで、すげえ濃厚なんですよ。味が。とてつもなく。とてつもなく濃厚なんですよ。だけど、それをはるかに超えて、これ濃厚です、これ。これ大豆です、これ。これね、大豆をミキサーにかけて、で、ミキサーにかけて、こう、ギューって何かこう、水だけをこう、水分だけをビューって、やって、これここに入れたよね。それ。それだと思う。もはや。うん。滑らかっていうか、濃厚、最初食った時一瞬がなんかプリンかなって。あれ、なんかプリンっぽいぞみたいな。口に入れた瞬間。うん。プリンのような。プリンって言ってもプッチンプリンとかじゃないですよ。安いプッチンプリンとかじゃなくて、ちゃんとした、ケーキ屋で売ってる、ケーキ屋のプリンみたいな。値段1個300円ぐらいするやつ、ね。ああいうのって本当にクソうまいですよ。いや、まあぶっちゃけ言うと、プッチンプリンでも全然うまいですよ。うん、だけど、やっぱ、プッチンプリンに比較すると、やっぱ値段が高いだけあって、当たり前のこと、うまい。とんでもなくうまい。うん。まあ、ただ確かに値段が380円ですから。うん。まあ、これは、これ上級庶民じゃないと、これ買えないですね。上級庶民じゃないと買えないですね。ヒカキンレベルにならないと買えないでしょ、これ。うん。まあ、でも、たまにはこれ、ご褒美で、ね。ご褒美として、まあ、ね。ご褒美にこういう、なんか、女の子だったら、仕事終わってきてご褒美になんかケーキ食べるみたいな、そんな感じの感じで、うん。ね。そんな感じです。うん。AR のこの、番号。これもあるから。うん。これ、電話番号載ってんだよな、これ。電話番号な、載ってる。これやばいっすね。これラブ電話しようかな、ラブ電話。恋をしてしまった。ということで、こちら。難しいな、これはな。でも今まで食べてきた豆腐の中で一番濃厚なのはこれ間違いないんですよ。俺も豆腐大好きなんで、男前豆腐を、すべてのシリーズ全部、耐えられましたけど、全部食べました。食べましたけど、これはもう、比較にならない。もうレベルが、違う。2倍ぐらい違いますね。濃厚さが男前豆腐の一番、その男前豆腐の中でも、濃厚なやつと、薄いっていうか、まあ、やつが、ランクがあって、それなら一番濃厚なやつの2倍ぐらい濃厚です、これ。
なので、さらに店員さんが非常に可愛くて、萌え声で、気さくにね、お話できたんで。これは五つ星ね。まあ皆さんも男前、じゃ、間違えた。ありがとうふで、あこちゃんのありがとうふでググっていってください。笑っちゃうぐらい美味しいって書いてあるんで。他にもね、このあこちゃんのありがとうふで、これ、ありがとうふだけ売ってるんじゃないですよ。他にもなんかいろいろ売ってたんですよ。なんか、箱がいっぱいあって、売ってたんで、まあ一応おすすめを聞いて、これが一番おすすめだって言われて。豆腐は俺大好きなんで、あ、じゃあ、買うわってなって。で、ありがとうございますって。すごい萌え声でしたね。めっちゃなんか、親切だ。親切でちょっと。ここだけの話、ちょっと惚れちゃいましたね。うん。ということで、皆さんも、ありがとうふでググってみてください。ご視聴ありがとうございました。